に進める前に最適な手順として初期段階の形状をコピーしてください。何度もやり直しができるように最初の時点の形状を維持しておきます。初期段階の形状の前面2面にエッジを挿入して作業を続けます。エッジを挿入には挿入モードが2つあります。単純ではジオメトリを再構成します。固定では形を保持します。 したがって、この場合は固定を選択します。今度は内側の2つの面を削除してエッジを開きます。これは情報を減らすことが強力な方法であることを思い出してください。このエッジをまっすぐにするために0にスケールします。バランスを整えて、ボルトドラッグして追加の面を引き出します。 スケッチで T スプラインを制御することはできないことを思い出してください。そのため、スケッチを参照しながら調整します。マニュピュレーターを使用して全体のバランスを確認しながら移動と拡大縮小を行うと、全体の形状を非常に迅速に定義できます。 本体をハンドルに向かって修正作業します。次に、全体のバランスを調整するときには、シャープハイライトに仕上げます。 先端部でオルトスケールで別の面を追加します。次に Windows ではオルトプラスコントロールドラッグ。Mac ではコマンドプラスオルトドラッグでエッジに折り目がついた状態で面を追加できます。これは先端を作成するのに役立ちます。 ケールを使って先端のシャープな面を作成し、素早く必要な形が得られました。フォームを終了する前に、常に均一化することをお勧めします。ユーティリティの均一化です。このツールは、すべての頂点とエッジを元のスケール値に戻します。挿入やその他の大きな変更を行った後で、モデル内の不必要なストレスを取り除くことをお勧めします。 フォームを終了し、パッチ環境に切り替えます。面が黄色なら、その面の方線を逆にすることで色を戻すことができます。それは修正の方線を反転で行います。これを行うもう一つの方法は、基本設定に行き、面の方線表示を無効化を有効にします。何年もサーフェスモデリングをして、私はこの表示に慣れているので、私はこれをオフのままで進めます。 スカルプト作業スペースを終了すると Fusion 360は自動的にソリッドまたは厚みゼロのサーフェスに変換しますスカルプト作業スペースの T スプラインを閉じてソリッドにすることもできますがこのワークフローの推奨はパッチ作業スペースでキャップを作ることですそこで作成のパッチでモデルの3つのフリーエッジを選択しますハンドルの端部バッテリー領域及び先端部の開いたエッジをパッチで覆います 次にこれらのすべてを0.05ミリの交差でステッチしてソリッドボディを作成します。今回はこれでうまくいきました。これでソリッド形状が完成しましたので断面解析ツールを使用して期待した結果が得られたことを確認します。最初の色が気に入らない場合はカスタム色を選択することができます。 ここでは進行中の作業を反映させるために緑色で表示しますさまざまな分析ツールがすべてブラウザの解析に整理されていきますいつでもそれらをオンオフすることができ毎回それらを再作成する必要はありません次のステップはソリッドボディをシェルツールで変形することです シェルコマンドでボディを選択し1ミリを入力してください断面解析で内部を見て何が起こっているのか見てみましょう上面をより細かく修正する必要があることがわかります そのため、スカルプトに戻って編集します。ボックスモードで見ると、修正箇所は明らかです。 ポリゴンの位置がずれているのがわかります。それで良い流れになっていません。それを以前は見逃していましたし、少し修正する必要があります。今回、内側から T スプラインを修正しています。いくつか調整します。これは私のこだわりです。 全てが正確に正しいものになっていて、サーフェスが正しいことを確認したかったのです。ここも修正しましょう。 検証を行わずにここに時間を費やすことは時間を最大限に活用することではないかもしれません。これは品質、スピード、ディテールのバランスです。上面の領域はよく見えます。大幅に改善できました。これらの編集を採用します。 次に本当にハンドルがこの太さで良いのかもう一度測定します。ハンドルは24から25ミリあります。ここで30ミリのバージョンも保存し、両方 3D プリントします。ユーザーにとってどちらが良いのかこの2つのモデルで確認します。Fusion 360ではこれらの変更がモデルをエクスポートするよりもはるかに優れています。スカルプト作業スペースで OK をして自動的にソリッドが得られました。 シェルを5ミリにセットします。これは必要とする以上の厚さです。最終的にはプラスチック射出成形部品の場合、壁の厚さは約3ミリになるので、それを超えて進めることをお勧めします。モデルが動作しない製品のためにリリース日を見つけるよりも、今すぐ問題を修正する方が良いでしょう。ここが休憩するのに良いポイントです。仕事を助けるためにテクニックを練習してください。 また近いうちにお会いしましょう。